三尊天井とは、証券用語で株価などの推移を時系列に図示したチャート上において、高根県でしばしば見られる形状の一つで、三つの山形を示し、中央の山が最も高くなる。この形状のチャートの出現は、今までの相場の上昇が終了し、今後近いうちに下降局面に入ることを示すとされる。脇地を従いた阿弥陀を中心とする三尊物。 三尊天井の名の由来である。日経平均周波大きな相場ではしばしば相場が成熟してくると上昇ピッチが加速され高値をつけて一旦天井を打つ。その後、反落し安値をつけると再び上昇に向かい先の高値を上回る高値をつける。そして再び下落すると再度安値をつけて反転し再び高値圏に向かおうとするが 最高値を奪還できず反落し、その後は相場は下落に向かう。常日のように株価チャート上で山が3つできることを三尊天井と呼ぶ。特に高値圏で出現した場合は高い確率で強力な売りシグナルとなる。通常は中央の山が最も高いことが多いが変則型もしばしば見られる。仏像が脇地を従いて三体並んでいるように見える。 ことからこの呼び名がついた。坂田湖泡では、宮間と呼ばれる。トリプル天井と呼ばれることもある。英語では、人間の頭と両肩に見立てて、ヘッドショルダーズと呼ばれる。三尊天井の上下を逆にしたチャートである。逆三尊は、大底を示すものとして知られる。坂田湖泡では、三河と呼ばれる。ありがとうございます。